皆さん、こんにちは。とりあえずシーズンも終わりまして、巨人が、まあ、これ A クラスになるだろうなと思いつつ、まあ、まさか優勝まではと思っておりましたが、優勝してもおかしくないなということは戦前に言っておりましたが、巨人が見事に優勝して、まあ、とりあえず、巨人さんおめでとうさんということを、まあ、当然これはね、我々解説者としてもこの優勝は、まあ褒めてあげなきゃいけないなというようなね、優勝だったんではないでしょうかね。まあ、シーズンを振り返ってみるとね、まあ、あの巨人が着々と、まあ、優勝に向かって、こう進んできたなという感じでしたね。で、私はまあこれ前にも言いましたけどね、巨人がまあダントツで突っ走ってね、周りを蹴散らして優勝してきたという感じではなくてですね、まあ徐々に徐々に、ゲームもまあどっちかったらおとなしい、戦い方をしてですね、というか要するに着実に、まあ例えばピッチャー中心にとか、まあ攻撃もそう派手ではないけれども、まあなんとか相手の隙をついて勝っていくとかいうようなことでね、結果的に巨人があの優勝しましたね。今日のテーマは何を言いたいかというと、シーズン前に私が予想した順位予想、これが、ほぼ当たったというところで、唯一実は、1位2位が、まあ、私はあの阪神を連覇というふうに予想したわけですけども、まあ、シーズン前の予想ではですね、これはまあ、あの巨人と阪神が優勝争いをすると面白いと、優勝する争いするのではないのかなというようなですね、まあ、期待を込めたあのシーズン予想を立てたんですけど、まあ、わずかな差で巨人と阪神が入れ替わったと、去年から比べてね、まあ、去年は巨人が4位ですけども、まあ、着実に力をつけていった巨人が大きくこけずにですね、まあ、絶不調の選手もそう出ずに、まあ、なんとなく、まあ、3割打者いるわけじゃないですね、やっぱりこうじわ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 とですね、まあ新人がでうまく出てきたり、まあ、ね、外国人選手が活躍したり、それから本来活躍してほしかった、エース菅野、それから戸郷とかね、本来力のあるピッチャーがチームを、まあ、最後にこううまく作っていたというところはね、優勝決まったと思うんですけど、巨人と阪神の差は何かというと、やっぱり阪神は去年並みの成績は全く、そこまでいかなかったと。しかし、まあ、苦労しながらもですね、不振の選手を抱えながらもですね、なんとかベンチの采配も含めて、まあ、あの手この手いろいろ打ったけれどもうまくいかなかった、まあ、前半はあまりにも打てないので近本を4番にしたりなんかするというね、まあ、苦肉の策をいろいろ講じながら、まあ、なんとか最後盛り返してですね、とうとう、まあ、私も何度かもう阪神今年ダメかなと思ったんですけど、途中からこうぐっと盛り返し、まあ、特に後半はですね、去年並みとはいかずに、まあ、かなり状況が良くなってですね、最後、まあ、わずかな差で、優勝をさらわれるような状況でしたけど、そこまで追い上げたということではね、阪神はまあそれなりによく戦ったなと。やっぱり連覇はね、これまあ、はっきり言って岡田監督がやってね、私らも大変期待してね、で1年だけ優勝してもダメだと、やっぱり2年続けて優勝するのは当たり前だろうというような期待も込めてね、連覇予想というのはしたわけですけど、しかしまあ内心はですね、去年並みに働くかなと、例えばピッチャーにしても村上にしてもね、大竹にしても、それから石井だとか、まあ、リリーフのピッチャーにしてもですね、それから最後の抑えのピッチャーにしても、結局去年並み以上のことが、成績を上げないと連覇は難しいぞといった、まあ、思いをしてたんですけど、結局去年並み以上の成績を上げられなかった。で去年はね、特に打順が固定してきてね、確かにクリーンアップもしんどかったですけど、まあ、私は活躍した選手が、まあ、1、2番の2番と、それから、4番と8番と2、4、8打線だと、これがきちっと固まっていることによって4番の大山も打つしね、佐藤も打てるし、まあ、森下も新人も出てくるし、いろんな形でね、まあ勝てたというね、去年の
まあ、戦い方だったわけですが、まあ、そういったその軸になるような選手が今年は全く、機能しなかったというあたりがね、阪神は、最後に、まあ、なんとなくまとまってなんとかな優勝争いしたというところは、まあ素晴らしいところですけど、やはり心配したようにピッチャーもですね、苦しかった、あたりを考えてみるとですね、しかしこれだけ成績や個人的に落ちていながらもよくぞ最後優勝争いしたなということで、後半青木崩れなかった巨人が優勝してしまったわけですけども、この1位と2位は最後まで優勝争いしたというあたりで言えばですね、私はまあどっちに転ぶかわからないにしてもですね、阪神の連覇をしてほしかったなというまあ気持ちはありました。そこでこの順位予想ですがね、さて、1位に、順位が1位と2位が入れ替わったんですけどね、3位4位5位6位と、これはここは自慢じゃありませんけど、ピタリピタリ賞でございます。ぴったり当たってます。だからこれが1位と2位が、当たってればですね、全問正解、本当にパーフェクトだったんですけどね、しかし、8割以上の確率でね、この予想が当たったということで言えばですね、まあ日頃シーズンこの前の予想なんてそう当たるもんじゃありません。いろんな解説者の人を見たりしてもね、例えばまあパ・リーグでいうと高木豊とこの前プロ野球ニュースで出たんですけどね、まあ、彼は西武を優勝なんていう1位にしてたら、それぐらいね、まあやっぱり順位予想ってのは難しいんですよ。そういう中でね、まあ久しぶりにこれは全問正解、全部当たるかなと一瞬ね私も期待して、最後は阪神の連覇を心ながらとも、非常に期待して応援したんですけどね、まあ最後力は足らずで、2位に甘んじてしまいましたけど、これがその阪神が去年並み頑張ってね、選手もやっぱり実績を上げてね、2年連続3年連続行くぞというような勢いでねやってくれれば阪神も優勝したと思いますけどね、まあそういうことで言うとですね、岡田監督の退任の話とかいろいろありますが、これはまあ後日にしましてね、とりあえずは私の順位予想がほぼ当たってたということをですね、皆さんにこう自慢げに、今日はお伝えしたいなと思います。広島も一滴はね優勝するんじゃないかというような勢いでしたけど、まあ途中からもう一気に9月に入ってからね、もうガタガタっときて、スタミナ不足力不足ということでね、結果的に、DeNA にまあひっくり返されたと。で本来なら DeNA も優勝してもおかしくないんじゃないかという戦力を抱えながらですね、まあ、優勝できなかったのは、これはまあ日頃私はもうやっぱり、DeNA は足りないものがあるんだというようなことをまあ日頃から言っておりましたが、まあそれはその通り、優勝するほどの力を発揮せずにですね、終わってしまった。で、まあ言えばですね、ただ今年良かったのはね、3位以上のチームはみんな貯金があって、A クラス終わってると。それから4位以下はみんな借金を抱えて B クラスに混ぜてるということで言えばね、まあこれはそういったチームの成績が順位を表しているということですから、まあ、私がシーズン前に分析した、まあそんなに深くはしてませんけど、日本一早い順位予想とかやりながらね、ほぼ当たったと。もうニアピンもニアピンもね、まあわずかに外れたなというだけで、非常にまあ今シーズンの予想を振り返ってみると、個人的には良、まあ、かったなというふうな、シーズンでございましたんで、まあ、皆さんに一応皆さん関心がないかもしれませんが、私の順位予想はほぼ当たったということを、ぜひ、ちょっと見返していただきたいなと。自分で自慢してるわけじゃありませんよ、自慢してるわけじゃなくて、ちょっと認識をしてもらいたいなという意味で、今日はその順位予想の話をさせていただきました。以上でございます。